手信号とは手の動きや指の形によって意思疎通、意思表示のために行う指示する行為、またはその指し示す表示のことである。警察官や運転者などが道路において交通整理のほか声を発することができない軍事行動中や水中でのダイビング、ドメスティックバイオレンスを受けている状態で助けを求めるなどの場面で用いられる。 日本での鉄道信号機における手信号については日本の鉄道信号手信号、鉄道信号機歴史を参照。マラソン大会中に交差点で手信号を使う新潟県警察の機動隊員日本の道路交通法によると警察官の内交通巡視員は手信号等を用いて交通整理を行うことができるとされている。手信号とは等か。 すなわち赤色の誘導棒を含む。信号機のない、または珍しい戦前の時代においては、特に交通の頻繁な交差点において日常的に見られていたという。現代においては、停電やイベントにおいて信号機が本来の役目を果たせない場合などに、代用的な役割として用いられている。特に必要がある場合には、信号機が表示されている信号と異なる。 意味の手信号等を行うことができる。また、信号機の表示と異なる手信号等が行われていた場合には手信号等を優先して従うことになっている。また、自動車などの運転手が方向指示機などの代わりとして手信号による合図を出すこともある。手信号等の種類と意味は道路交通法施行令で規定されている。腕を水平にした場合の上からの図腕が垂直に、 あげた場合の上からの図工法から見た手信号の模式図自転車の運転者または方向指示器や制動等を備えない車両等の運転者は方向指示器などの代わりとして手信号により合図を出すことが義務付けられている手信号の種類という意味は道路交通法施行令で規定されている運転者が行う場合は左右どちらかの腕により行うウェブ書籍ありがとうございます